こんにちは、えー。毎日の暮らしに心がほっとするひと時を送るスキンケアブランド、サボンデシエスタ、えー、ブランドディレクターの月島彩子です。いつもインスタライブ聞いてくださいまして、ありがとうございます、えー。今日は、あの、皆さんにちょっとね、ご案内をしたいなぁと思うことがあって、ライブを配信させていただいているんですが、じゃーん、こちらです。今、えっ、ー、と、サボンデシエスタでは、えっ、ー、と、 毎月のね、限定設計をお届けをさせていただく、月1定期便というコースがあるんですけれども、こちらが、えっと、来年の4月からスタートのコースになるんですが、そちらの募集を12月、11、1月、2月の3ヶ月間、えー、ご予約をきたまっています。で、12月からスタートをしたんですが、もう早速たくさんの皆さんにご予約をいただいております。ありがとうございます。 というわけで、今日は、あの、このね、えー、月一定期便がどんなコースなのか。 それから、あの、12月25日までにお申し込みをいただくと、ここにもね、書かせていただいているんですが、すごいお得な特典がいろいろとつくんですね。なので、そちらをしっかり深掘りながら、えー、解説をしていきたいなと思っています。なので、もしね、迷われている方とか、ちょっと待って、月1責任って一体どんなコースとか、あの、思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひね、聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。 で、月1定期便っていうのが、そもそもね、何かというと、あの、私たち、北海道の札幌に石鹸工房と、それから、あの、お店があって、で、そこで、あの、スキンケアを、スキンケア商品を作っているんですけれども、その中でも、石鹸はこんな感じで、じゃん、あの、毎月のね、限定石鹸っていうのをお作りをさせていただいています。 で、毎月新しい商品が出るのって結構皆さんにびっくりされるんですけれども、やっぱり、あの、その時にね、体が欲する香りだったりとか、あと、お肌も、あの、その時々の肌によって、夏だったらやっぱり毛穴の汚れを取るスッキリしたものが使いたいし、秋冬だったら保湿が高いものが使いたい。まあ、肌って変わってくるんですよね。 なので、その時々の季節に合わせた一番ベストな石鹸をお届けをするというのが、こちらの月一お届け便になります。で、全部ね、洗顔用の石鹸になっているので、お顔も使えますし、あとはもうほんと月一のコースの方たちは結構ボディとかも使ってくださって、お肌がね、全然乾燥しなくなったっていうふうにすごい嬉しいお声をいただいています。 で、実際、使ってくださった方たちに、あの、アンケートをね、取らせていただいたんです。今年はちょっとまだ取っていないんですけれども、あの、以前取らせていただいたアンケートで、あの、使ってみてね、満足度とかどうでしたっていう質問をしたんです。これね、もう本当ね、毎回ドキドキするんですよ。どんなお声をいただけるのかなって。で、そしたらなんと、あの、お客様の満足度がびっくりなことに98、98%だったんですね。 で、なかなか98%の方が、あの、満足ですって言っていただくことって、なかなかないんじゃないかなって思うんですけれども、本当にね、そのね、えっと、月1お届け便っていうのは、お客様から本当に満足度が高いコースになっています。で、じゃあ実際に、どんなものが、あの、お届けになるのとか、どんな特典があるのとか、ちょっとね、そのあたりをお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、 まず、えっ、ー、と、お届けをさせていただくものが、えー、二つあります。で、えー、こちらの月日お届け便は、えー、来年から、来年ついに10周年を迎える、本当に人気のコースになるんですけど、ちょっと10年目なので、新しいね、あの、内容に、ね、少し、えっ、ー、と、変更させていただいて、より、あの、満足度が高いコースになっています。 で、えっ、ー、と、必ずね、お届けをさせていただくものが、まず一つが、毎月の限定石鹸です。で、もう一つが、えっ、ー、と、で、毎月の限定石鹸がね、まあ、こんな感じで、12月だったら、あのー、このスパイスの香りがする、本当にいい香りで、あと中にメープルシロップが入った石鹸とかを、えっ、ー、と、お届けをさせていただきます。 で、結構この限定商品は、毎回、毎月数量限定でお作りをしているので、人気がある月だと、本当あっという間に売れてしまうんですね。例えば、あの、ラベンダー、カミフラのラベンダーの石鹸とかもすごい毎年人気があるんですけど、あの、 月のね、後半に来たら、あれもう売り切れちゃっていたっていうふうなこととかがあって、あの、そう,いうがっかりね、されるお客様とかも、ちょっと申し訳ないんですが、いらっしゃるんですが、このね、月一お届け便に入っていただくと、そんなね、売り切れの心配なく、確実にお客様のお手元にお届けをさせていただきます。で、あと、もう一つ、ここが、あの、来年新しくプラスされる内容になるんですけれども、月一のお届け便の、あの、会員様って、 やっぱりシエスタのすごいファンの方が多いんですね。もう本当にリピートしてくださる方が多いので。なので、あの、ちょっと来月の予告を誰よりも、どこよりも早く会員の方たちにはしたいなと思って、石鹸と、今月の石鹸と一緒に、翌月のプチ石鹸か、それかバスソルトをお一つ、どちらかお付けしようかなと思っています。 なので、次の月はどんな香りなのかなとか、そういうのをね、また1ヶ月、ちょっと早めにワクワクしていただける特典の方も付けさせていただきました。で、まず、ベースでお届けをさせていただくものがこちらのアイテムになります。で、その他にも、この月一お届け便っていうのは、特典がね、本当にたくさん付くんですね。なので、ちょっと次は特典のところをご案内をさせていただきたいなと思うんですが、特典。 こんなにつきます。で、まず一つ目が、シエスタのオリジナルアイテムが、いつでも5%オフでお買い物できます。これがね、すごいお客様から喜んでいただいているんですけれども、あの、一番最初の月にね、こういうような、あの、会員証をお届けをさせていただきます。で、ね、この裏に、あの、オンラインで使えるクーポンコードを書いてあるので、 オンラインショップで、えっと、ご注文するときにそちら入れていただくと自動で5%引きになりますし、お店にいらしてくださる方は、あの、会見のときにこちらご提示いただくと、あの5%割引にさせていただきます。で、あの、この5%引きが定番商品はもちろん、えっと、季節の限定商品も5%引きになるので、あの、例えばお届けするのはこの石鹸だけじゃないですか。 でも、同じ香りの今月だったら、あの、クリームとか、それから精油とかご用意をさせていただいているんですけれども、あの、そちらもね、追加でね、5%引きでお買い求めいただけるので、これはね、めちゃめちゃお得です。で、二つ目が、あの、お誕生月をお祝いしたー。 ということで、えー、お誕生月には、えっと、プレゼントを一緒にお届けをさせていただきます。なので、あの、今月誕生日だなっていう時は、ちょっとお手元に届いた、あの、荷物が、ちょっといつもより重い、何が入ってるのかなっていうお楽しみがあるのが、えー、2つ目の特典になります。で、3つ目の特典が、えっと、私たち毎月、シエスタ通信という読み物を作っているんですけれども、 そちらの方を、えっ、ー、と、一緒にお届けをさせていただきます。で、その読み物の中には、あの、今月のね、限定設計に関するコラムとかも、えっ、ー、と、掲載しているので、使っていただきながら、ちょっとそのコラムも読んでいただいて、なんか、ものづくりの背景にあることとかも、あの、一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。で、最後ですね、えっ、ー、と、4つ目が、えっ、ー、と、会員様だけのオリジナル企画やセールなんかを開催しています。 で、えっ、ー、と、今年、会員の方たちとは何をやっているかっていうと、実はね、商品企画を一緒にさせていただいています。来年、8月サポンデシエスタ19周年迎えるんですけれども、その19周年の石鹸を、会員の皆様と、どんな石鹸が使いたいとか、どんな香りがいいとか、いろいろね、あの、ズームで打ち合わせをさせていただきながら、あの、全部で何回 ?4 回 ?5 回ぐらい、あの、 商品開発会議というのをさせていただいていてで、これはあの、やりたい人っていう感じでご参加で大丈夫なんですけれども、あの、ご参加いただいて、で、一緒に石鹸を作るっていうのをやらせていただいています。で、これも、あの、すごい私たちも、あ、皆さん、そんな香りが、あの、使ってみたいのかとか、そんな素材がいいのかとか、 すごくね、お客様からのご意見もお聞きできますし、あとお客様も、あの、すごいね、楽しんでくださって、なんかこう、コミュニケーションを一緒に取るっていう意味で、すごくね、いい、あの、ひとときになっています。というわけでね、こんな感じで、えっと、特典がつくのが、えっと、月一お届け便になります。で、さらになんですけれども、 月1スージお届け便、さっき私申し込みが12月、1月、2月の3ヶ月間を申し込み受けていますっていうふうにお話をさせていただいたと思うんですけれども、なんと12月の25日、クリスマスですね。までは、えっと、早期特典、早期割引っていう、早期募集の時期を、えっと、設けていて、その期間に、あの、また申し込んでいただくと、さらにちょっとね、お得になるようにさせていただいています。 で、そのお得っぷりがちょっと半端がない感じのお得なので、そちらをご紹介をさせていただきます。で、えっ、ー、と、まず何がお得か。一番、えー、お値段がお得。これはね、すごい、本当に、あの、もう純粋に、あの、喜んでいただけるんじゃないかなと思います。で12月25日まで申し込んでいただくと、えっ、ー、と、19800円で、12月26日から2月の末までだと、22000円のお値段になります。 で、この19,800円っていうのはどういうことかというとですね、実は毎月の限定石鹸を普通にお買い求めいただくと、ちょうどこのお値段になるんですね。で、月1定期便に入っていただくと、石鹸のお値段だけで、なんと、先ほどお話しさせていただいた、えー、プチ石鹸とかバスソルトがついてくる。それからお買い物にかかる送料がかからない。 で、それと、あと、先ほどのこの5%とかの特典とかがつくっていう、めちゃめちゃお得な時期なんですね。なので、あの、私はちょっと迷われている方がいたら、もう断然12月25日までが、えっと、お申し込みはお得だなっていうふうに思ってます。で、さらに、それにプラスして、 えっと、プレゼントの方もご用意をさせていただいています。これはあの一番最初の4月の時に一緒にお届けをさせていただくんですけれども、オリジナルのアロマストーンとドリップコーヒーを2個プレゼントを、えっと、12月25日までにお申し込みくださった方にはご用意をさせていただいています。 で、実際、実物がね、こちらになるんですけれども、シエスタのコーヒーですね。あの、シエスタのお隣、森彦さんという素敵なカフェになるんですけれども、そちらのカフェに、あの、ブレンドをしていただいたシエスタだけでしか飲めないコーヒーですね。で、ストレートで飲んでもいいし、あの、ミルクとかを入れて、えっ、ー、と、カフェオレとかにしても美味しいように、あの、ちょっとかなりこだわってブレンドをしていただきました。 なので、ちょっとね、最初4月にこちら届くので、あの、ちょっとゆっくりしたい時なんかに召し上がっていただけたら嬉しいなと思います。で、もう一つがこちらです。なんとなんと、シエスタのオリジナルアロマストーンが届きます。溶けちゃうかな。はい。で、これもね、あの、何かっていうと、まあ、缶の中にこんな感じで石が入ってるんですね。 で石というか、まあ、これあの卵の殻からできているあのエコなアロマストーンになるんですけれども、ここにエッセンシャルオイルを数滴垂らしていただくと、火を使わずに香りを楽しんでいただけるっていうアイテムになります。で、使わないときは、こういうふうに蓋をしていただくことができるので、結構ね、こういうふうに置きっぱなし、オープンなものだと、あの、 オープンのこうアルマストーンとか結構売ってると思うんですけど、そうするとね、がつくんですよ。で、私それがすごく嫌で、なので、使うときだけこう開けていただいて、使わないときは、あの、蓋をして清潔に保つこともできますし、あとこれすごく薄いので見ていただくとわかるんですけど、手のね、あの、旅行とかにも持っていけるので、あの、旅行先でホテルとかで使っていただくのなんかにもすごくおすすめです。 で、私も今、あの、夜寝る前に、いつも枕元の上の棚のところに置いていて、で、そこに、えっと、ローズゼラニウムをね、いつも垂らしているんですけれども、そうすると、火を使わないから安心だし、香りがすごい、ふわーっと広がって、すごくリラックスすることができます。で、こちらのアイテム、えっと、あれ全部でこれでいくらだろう ?1000 円と、吉田さん、 これってお一つおいくらだっけ <laughs> みんな今ちょっとね、調べるからちょっと待ってください。200円。250円。250円ぐらいかなうん。すいません。ちょっとね、今、すごいお値段を。 このお値段をどう忘れをしてしまいましたので、ちょっとお調べするから皆さん少々少々お待ちくださいね。<laughs> 200円。はい。じゃあそしたらこれが200円のが2個だから400円で、こっちが1000円なので、なんと12月25日まで申し込んでいただくと、1400円分の、えっと、プレゼントの方もお付けをさせていただくので、めちゃめちゃお得な期間になります。 えっと、まずお値段がお得、それから1400円分の、えー、と素敵なプレゼントの方をご用意をさせていただいております。なので、ぜひね、この期間に、あの、もしご検討ね、していただく方がいらっしゃったら、お申し込みがお得かな、っていうふうに思っています。 というわけでね、ちょっと、あの、月1お届け便の概要をお話をさせていただいたんですけど、ちょっとここから、まあ、来年ね、じゃあ実際どんな接見が届くのっていうお話をさせていただこうかなと思うんですけれども、来年のね、限定席券あの、 月応届け便の販売ページの方にもう全部書いてあるんですけれども、限定石鹸のね、スケジュールの方をもうすでに発表をさせていただいていますで。どんな石鹸が届くのかなって分かった方がきっと皆さん楽しいかなと思って、そちらはもう告知をさせていただいているんですけれども、あの、シェッサのね、リピーターの方だったら、あれなんかちょっと知らない石鹸がいくつかある。 っていうので、ちょっとそんなお話をしてみようかなと思います。で、来年、あの、もちろん私も、えっ、ー、と、19年目のブランドで、毎月毎月限定商品を作っているので、あの、いろんなね、今までのストックとかお客様から、あの、またあの石鹸使って、 で、あの、使いたいですっていうふうにおっしゃっていただくリクエストをすごくいただくので、あの、限定石鹸の中では、あの、過去の限定石鹸の中から人気があったものをまた組み合わせているんですけれども、あのー、その中でも何個か新しい新作の方も発表させていただいています。で、来年の新作が、まず第1回目の4月ですね、積草の石鹸、それから、えー、と9月、ラズベリーとシトラスの石鹸、 そして12月ハミングバードの石鹸っていうのが、えっ、ー、と、新しい新作の石鹸で入っています。で、今これは絶賛私、あの、開発中なので、まだこういう感じです。全貌はお伝えができないんですけれども、 例えば、積草の石鹸だったら、北海道って4月になると、雪が溶けて、もう本当に木々がもう一気に芽吹くんですね。で、花も咲いて、で、その、例えば、あの、一番最初にスノードロップが、あの、咲いたりとか、いろんな花々が咲くので、なんかそちらを、そういう野草をね、こう、積んで、積んだり、めでたりするときってすごく楽しくて、で、それをちょっと石鹸に落とし込もうかなと思っています。 なので、香りは、ちょっとこう、明るい気持ちになるような香り。なのと、あの、ちょっとこう、スッキリとした使い心地の石鹸にしようかなって思ってます。で、19月は、ラズベリーとシトラスの石鹸っていうのを作ろうと思ってるんですけど、ラズベリーって実はすごい肌にとってもいいんですね。ラズベリーエキスっていうのがあって、 で、それ、エイジング効果があったりとか、あと、あの、紫外線でダメージを受けたお肌を癒してくださ、くれたりとか、すごくね、ほんといろんな効果があって、シエスタの、あの、スキンクリームとかにもラズベリーオイルを配合して、あの、天然の素材だけで UV カットができるようにしているんですけれども、そのね、ラズベリーエキスを入れて、あと、柑橘のちょっとこう、爽やかな香りをつけた石鹸を作ろうかなと思っています。 で、そして、12月ですね。これがね、ハミングバード設計。これね、もうめっちゃ作るのが楽しみで、もうこのアイデアが浮かんだ時も、私、天才なんじゃないかって、ちょっと、あの、すいません。あの、そんなことを言ってもう本当にこれは皆さんにお届けをしたいなと思っていて、 心を踊るような幸せな気持ちになる、そういうエッセンシャルオイルと、あと素材を使った石鹸を作ろうかなと思っているので、あの、今までね、使ったことがある石鹸、また使ってみたいなと思ってくださる石鹸もあると思いますし、あの、新作のね、石鹸もいくつか入ってくるので、ぜひね、あの、毎月届くのを楽しみにしていただけたらなと思います。 で、実際のシエスタのこの月一丁届瓶使ってくださっているお客様からも声を聞くと、なんか毎月自分にプレゼントが届くような気持ちで、あの、すごい楽しみですっていう風に言ってくださったりとか、あと、季節を使うの、季節が来るのが待ち遠しいですっていうお声だったりとか、あと、さっきのお話しした特典がね、あの、すごく豪華なんで、すごい嬉しいですとか、本当に使ってくださった方たち98%ご満足をいただいている コースになるので、ぜひあのちょっとね。あの使ってみたいなっていう方はご検討いただけたら嬉しいなと思います。で、実際じゃあどこから申し込むのっていうことなんですけれども、こちらの月1。お届け便えっと基本的に申し込みはあのオンラインショップからお願いをしています。 で、インスタンご覧くださっている方は、プロフィール欄のリンクからご覧いただけるようになっていますし、あと YouTube の方は最後に概要欄、えー、リンクの方を貼らせていただきたいと思います。で、このオンラインショップからお申し込みをいただいて、で、お支払い方法が、えっ、ー、と、店頭と、それからクレジットカードと銀行振り込みがお選びいただけます。で、あと、お渡し方法も、えっ、ー、と、 ご自宅にご郵送させていただく方法と、お店で受け取りっていう方法が選べるので、皆さんのね、お好みに合わせて選んでいただけたらなと思っています。で、こちらの月1お届け便なんですけれども、 今年ね、会員の方は、あの、継続割引っていう特典の方を、あの、お手紙とか、それからメールでお送りをさせていただいていて、500円引きになるようにしてあるので、そちらのね、ちょっと、あの、特典使うのを忘れないようにお願いいたします。 で、もし、なんかちょっと申し込み方法がよくわからないなっていう方がいらっしゃったら、あの、ちょっと店頭で私たちスタッフお手伝いをさせていただいて、どうしてもちょっとオンライン通さないといけないので、お客様の、あの、スマホ、一緒にその場で作業させていただいて、お申し込みの方もお手伝いさせていただきますので、あの、お店の方にもぜひお気軽にお越しください。はい。というわけで、今日は、えー 来年4月からスタートの月一お届け便について特典、それから何が届くのか、ちょっとわーっとお話をさせていただきました。で、来週の金曜日は、今度はもう一つの定期コースの大人さはだ便ですね。で、そちらの方をちょっと深掘りしてご案内をさせていただきたいなと思っておりますので、もしよかったら、えっと、皆さん来週も見ていただけたら嬉しいです。はい。というわけでね、 今日はね、すごい札幌お天気がめっちゃいいですね。今日もライブをしながら、私のこちらからもうめっちゃ太陽の光がこうさ々んさんとさしているんですけれども、すごくね、気持ちが良くって暖かいお天気ですね。で、お店ではちょっとちらっとお見せさせて、お見せしますが、こんな感じで、 今、えっと、北海道の札幌拠点に活躍されているお洋服ブランドのラストフラワーさんと、それから、えっと、ジュエリーのブーさんの企画展を今度の日曜日まで開催をさせていただいています。で、お洋服も、あの、ほとんど全て一点物なんですけれども、あの、随時ね、ラストフラワーさんが、ちょっとこちら、シェストのお客さんにおすすめなんじゃないかなとか、あの、追加していただいているので、 あの、すごく、あの、楽しい、あの、展示になっています。で、アクセサリーの方も、すぐお渡しができるものと、来年の2月、お渡しのものと2種類あるんですが、なんか皆さんゆっくりご覧いただいていて、嬉しいなと思っています。で、こちらの展示の様子については、あの、インスタの方でリールだったりとか、あとブログとかでいろいろとご紹介をさせていただいていますので、よかったらゆっくりご覧になってください。で、オンラインショップでも、 今日ね、ちょっと私もつけてるんですけど、ブーさんのこちらの、あの、積雪のピアスだったりとか、えっと、ブローチ、それからラストフラワーさんのお洋服、もうちょっと残り少なくなっちゃっているんですけれども、そちらの方も、えっと、日曜日まで注文受け止まっていますので、ぜひぜひ合わせてご覧になってください。 じゃあ今日もお店、えー、この後12時から18時オープンで、えー、私とスタッフの吉田でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。ではでは、クリスマス間近ですね。お忙しい日々かと思いますが、良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。